はい、何ですか？びっくりします。だってすごいじゃないですか、1億円なんて。夢じゃないかどうか確かめると思います。見たことあるんです、そういう夢。ほっぺたつねったら痛くなかったんです。多分貯金します。どのような意図のお話なんですか？あのぬいぐるみかわいいと思いませんか？8000円。でも定価は50万円だそうです。人気ないんでしょうか？かっこいいですね。私、これ欲しいです。まだ呪われていると決まったわけではないです。まるで私のセンスがまともじゃないみたいな言い方ですね。嫌いです。しおりちゃん。いや。うふう、びっくりしたよ。私もびっくりしました。私知らないです。僕はただしおりちゃんに飛びついただけだよ。ううう、挨拶だよ。大丈夫です。ちょっとびっくりしただけですから。久しぶりに会えたから嬉しかったんだよ。
から久しぶりに会えて嬉しかったんだよ。そんな言い方意地悪だよ。そうですよ。また二人でお出かけ？はい。やっぱり仲のいい兄弟みたいだね。そうなの？僕知らなかったよ。私も知らなかったです。冗談です。やっぱり仲いいね。僕は探し物だよ。うん、もう少しで見つかるような気がするんだよ。事情はよくわからないんですけど、頑張ってくださいね。ありがとう、しおりちゃん。僕、頑張るよ。全然そんなことないよ。僕はいつも元気だもん。うん、心配してくれてありがとう。僕、そろそろ行くね。またです、あゆさん。うん、バイバイ。しおりちゃん。残念でした。1年生は今日5時間授業なんですよ。
そうですね。実は私も今日知ったんです。では今日はどこに行きましょうか。嬉しいです。でも昨日も商店街でしたね。そうですね。真っ赤です。あ、この辺りはまだあまり来たことがないですね。あの店に入ってみませんか？ダメですか？そんなことないですよ。違和感ないです。そうですね。わかりました。ちょっと行ってきますから、待っててくださいね。ちゃんと待っててくださいね。なんだわ、ひどいよ。無視、無視。いいもん、いいもん。今度、道で会ったら、こっそり跳ねつけるもん。でも、どうしたの？複雑な顔で考え込んでるけど。
いないと思う。どうしたの？ダメ元っていうのが気になるけど。うん、いいよ。僕でよければ相談に乗るよ。とっても美味しいよ。じゃあお金。だってお金があったら体液いっぱい買えるよ。ぐー、だって。おいしいもん。それは難しいね。それで相手はどんな女の子なの？アイスクリーム？アイスクリームとシャベル。プレゼントする相手ってしおりちゃん？そっか。他に趣味とかないのかな？それだよ。うん、頑張ってね。これくらい朝飯前だよ。なんでもないよ。
僕も帰るね。お待たせしました。はい？はい。時間が止まったように思えるのよね。こうやって空を見上げていると。本当に時間が止まるわけないのにね。何？昼食なんてもう何日も食べてないわよ。もう食べたの？そう。何？私はしおりなんて子知らないわ。今日も一番乗りです。6時間目の授業が担任の先生だったんです。それでちょっとだけ早く終わったんです。違います、日頃の行いです。
行きましょう。またですか？商店街でいいです。わ、本当ですか？楽しみです。綺麗なお店ですね。至れり尽くせりですね。いっぱいですね。座れましたね。確か、今日はおごりなんですよね。何を頼んでもいいんですか？わかりました。ご注文はお決まりでしょうか？私はこのジャンボミックスパフェデラックスをお願いします。かしこまりました。楽しみですね。はい。パフェです。ちょっと大きいみたいですね。もしかするとすごく大きいかもしれませんけど。3500円しますから。3500円です。やっぱり大きいからですね。ありがとうございます。今日は頑張ってたくさんたくさん食べます。だってせっかくのおごりですから。
その時は二人で食べましょうね。